ロバート・ヒッチェンス、ロバート・ヒッチェンス、英語、ロバート・ヒキンス、1882年9月16日から1940年9月23日は、イギリスの船員、客船タイタニックが氷山に衝突した際に舵を握っていた、総大員であり、六号ボートの責任者だった。ヒッチェンスのほか、ヒチンズとも表記される、1882年9月16日、 コーンウォールペンザンスニューリンに、漁師、フィリップ・ヒッチェンスとその妻レベッカ・ヒッチェンス、旧姓ウッドの長男として生まれる。ユニオンイコール・キャッスルラインやエーリョインドの航路の郵便船や定期船で相談員として働いた。1906年までに、フローレンス・モーティモアと結婚。彼女との間に二人の子供を持った。タイタニック号勤務の直前には、 ボンベイの兵員輸送船ドンゴーラ号で勤務していた。1912年4月6日にタイタニック号の6人の相談員の一人として雇われた。4月14日午後10時にヒッチェンスはアルフレッド・ジョン・オリバーと勤務交代しタイタニック号の舵を握った。午後11時40分、氷山を発見したマストの見張りから電話で正面に氷山がありますとの報告を受けた6頭。 公開し、ジェームズ・ポール・ムーディは、ブリッジの指揮を取る一等公開し、ウィリアム・マクマスター・マードックに対してその言葉を繰り返して報告した。マードックは、ヒッテンスに取りかじいっぱいの指示を出し、ヒッテンスは、ソーダを左に回した。さらにマードックは、機関室用信号機を使って、両エンジンに全速更新の指示を出した。結果、氷山への正面衝突は免れたものの、 戦隊右縁と氷山が接触した。その後、ヒッチェンスは6号ボートの責任者としてタイタニック号を脱出したが、突然大きな権限を与えられたことでのぼせ上がり、ボート内で暴君的に振る舞った。一等客、アーサー・ゴドフリー・ピュー・チェン少佐に、ボートの指揮権を奪われることを恐れ、指揮を取っているのは自分であることを示そうと彼に、あれこれ指示を与え続けた。このボートは、 こぎ手は、ピューチェンと見張り番のフレデリック・フリートしかいなかったので、ピューチェンは、かじ取りは女性に任せて、ヒッテンスに漕ぐのを手伝うよう要求したが、ヒッテンスは耳を貸さず、責任者は俺だ。黙ってこげと、ピューチェンに言い返した。フリートに対しても一度、うげのやつ、オールを入れる角度が悪いぞと怒鳴り散らしている。さらにエドワード・スミス船長が、メガホンで六号ボートに、 原文につけろと指示してもヒッチェンスは船に戻るなんてごめんだね。他人の命より自分の命だと述べて船長命令を無視してボートを戻さなかった。タイタニック沈没後にはマーガレット・ブラウンを筆頭に数人の女性客が海に落ちた人を助けに戻りましょうと提案したがヒッチェンスは大勢の人間がボートにしがみついてきてボートが転覆することを恐れて拒絶した。 ピューチェンも助けに戻るべきだと主張したが、ヒッチェンスは戻っても無駄だ。死体がたくさんあるだけだと怒鳴りつけて、ピューチェンを黙らせ、男たちにこぐのをやめろと指示して、ボートを波に任せた。我慢できなくなったモリーは、ヒッチェンスが線尾に座って頬を体に巻いて、寒さをしのいでいる暇に彼を押しのけて、火事の柄をつかんだ。モリーの指示で、女性客たちがオールをこぎ始めた。 ヒッチェンスが近寄ろうとするとモリーは一歩でも近づいたら海に投げ込んでやると凄んだ。ヒッチェンスは彼女をののしっていたが16号ボートから移ってきた悲観夫にそれがご婦人に対する口の聞き方かとたしなめられた。ヒッチェンスは相手が誰かくらいわかっている。このボートの責任者は俺だと怒鳴り返したもののうんざりしたのか気色が悪いと見たのかふてくされて黙ってしまった。 結局この抗論の間に助けを求める声は聞こえなくなり、引き返す意味がなくなったので、棒トは夜の闇へこぎ始めた。カルパチア号に救出されて、ニューヨークに到着した後の4月24日、タイタニック号沈没に関するアメリカ上院の調査会で証言を行った。5月4日にイギリスリバプールに帰国し、5月7日にタイタニック沈没をめぐる。 英国海南委員調査会でも証言を行った。事件後、2年ほど南アフリカに移住し、ケープタウンで校長をしていたと言われるが、真偽は定かではない。ヒッチェンスが南アフリカにいたかどうかも不明だが、彼の兄弟が、この時期ヨハネスブルクで暮らしていたことは確認されている。1919年までは、マグパイ号という小型船で三島航海士をしていた。 1920年代の終わり頃にはデボン州トーキーに移住。トーキーではボートチャーターの仕事をしており、1930年にはモーター船クイーン、メアリー号を知人ハリー・ヘンリーから購入したが、1931年のシーズンの事業の失敗でローンを支払うことができなかった。1931年末までには彼の妻や子供たちは彼の元を離れて、 サウサンプトンへ移住したようである。ヒッチェンスの生活は荒廃し叫びたりになったという。1933年にはハリー・ヘンリーを殺害しようとしたが失敗。殺人未遂で1937年まで服役した。釈放後の1940年9月23日に死去した。ありがとうございます。